ナナちゃんは日本の女性モノマネタレント、兵庫県出身。かつて石井構造オフィスに所属していたが、その後フリーで活動後、2018年3月1日から株式会社ミネラルの所属タレントとなる。2018年10月より、再びフリー。サイズは身長 154cm、体重 47kg、足 25cm。 血液型は AB 型。同志社大学大学院中退。英研、準2級の資格あり。渡辺コメディスクール15期生出身。かつてはコンビゆずこしょう。コンビシェイク。ピン芸人。死者もコンビチェリーボンボンで活動。2014年にチェリーボンボン解散後、現在のピン芸人、ナナちゃんとなる。森高千里を愛してやまず。 これまで写真やグッズ、CD、コンサート、衣装、楽器などに100万円以上かけたという。昔ぽっちゃり体型で、太ももがコンプレックスだった頃、テレビで森高千里を見て、綺麗になろうと決意し、森高の曲、ハエ男のカラオケをテンポを早くして録音し、1日1時間、ひたすら踊るという本人曰く、森高ダイエットで、半年で、約1 0ラム痩せた。 その後、ショーパブのオーディションに合格して、森高のモノマネ芸人となる。芸人活動の傍ら、バーテンダーの仕事もしている。2016年4月11日、初単独ライブ、森高さん素敵な誕生日おめでとうスペシャルを行う。生のバンド演奏による歌ネタのモノマネライブだった。以後、森高千里の誕生日の4月11日には、 毎年必ず単独ライブを行っている。2016年5月11日、それまで2年間所属していた、石井構造オフィスを離れ、フリーでの活動に転向。初恋の人は、野口五郎。ツイッタープロフィールより、バットマン風の格好をした、バッタモンやロビンの格好をした、不瓶と共に、ニャンコウーマンと称して、キャットウーマン風の格好をしながら、 不定期に危険ドラッグ撲滅のための PR 活動に参加している。ミント、特に、チョコミントが全く食べられない。好きな食べ物は、唐揚げ、シュークリーム。得意なスポーツは卓球。ABC 公式プロフィールより芸人名官、小村七ット ABC、幸せ。ボンビーガール2017年8月1日。フーテレビ。2019年8月9日閲覧。 ついに明日、ナナちゃんブログ、2016年6月6日閲覧。今まで生きてきて一番楽しかった。ナナちゃんブログ、2016年6月6日閲覧。実は私、ナナちゃんブログ、2016年1月2日閲覧。恋はヒットパレード、ナナちゃんのブログ、2017年4月7日閲覧。ありがとうございます。